生活保護だからっていい生活なんかできませんよ。今日こういうところ来てあんまり言わない方がいいと思うんですけど、すげえ嫌だなと思って、こういう風になりたくないな。レイは新選組のおしゃべり会に高校生が登場しました。そこで集まりに対してすげえ嫌だなと思うと発言し、大いに注目が集まっています。ネットではその違和感を大事にしてほしいなどといった称賛の声も上がっています。それでは会の様子を見ていきましょう。年金生活で低年金で僕生活してるんだけど、令和新選組は最低年金どのくらい必要だと思ってますか？ありがとうございます。年金これ満額で今もらえたとしても多分7万いくかいかないか、いかない、7万5千円、まあなかなか厳しいですわね。それでこんだけ物価上がってるっていう状態で生活できない、で真夏が来るってことを考えたとしても、でその先にも、寒い冬が来るといろんなことを考えたとして、やっぱりそれ無理ですよ、生活していくの。だから働いてますよね？働いてない。働いてない。じゃあもうギリギリやってはるんですね、はい、なるほど。まあ働けるか働けないかっていうのは健康状況にもよりますよね。でもこの国で今あることは何かって言ったら、死ぬまで働かなきゃ無理なんですよ。もう死ぬ寸前まで働き続けなきゃ生きていけない国になってるんです。だからそれを変えていかなきゃダメなんです。じゃあそう考えたときに、そこにいくらいるんですかっていうことに関しては、これ地域ごとに違うんですよ。最低生活費どれぐらい必要かっていう話になってきますね。おそらく11万から13万ぐらいになるんかな、わかんないですけれども、ごめんなさい、これ札幌市内でどうなのかってことをそこ調べなきゃいけない。私調べてこなかったんで申し訳ない、ちゃんと答える。最低生活費11万か12万。ありがとうございます。それあれですよね、多分今お話されてるのは灯油加算がついたりとかっていうのは生活保護の話。そうですよね、ありがとうございます。まあだから結局12万13万っていうような世界観になっていく。それでも最低限ですよね、おそらくね。で考えてみたら、これ今の生活保護の基準で言ったとしても、それぐらいの金額は出るっつったって、生活保護だからっていい生活なんかできませんよ。その生活がいいからってそっちに行く人の方が逆に少ないんですよ。言ったらギリギリなんだからっていう話。え、8万6千円から。はい、それ生活扶助でしょ、うん、で住宅扶助でプラスされて、1万円しかもらえない。何が1万円。あ、ごめんごめん、ちょっと誰と喋ってるのか分からへんようになるから、ちょっとごめんねすいませんね、ありがとうございます。まあ、何が言いたいかってことですけれども、最低生活費っていうところから、これが今の現状に合ってるかってことをやっぱりアジャストしていきながらお金出していくってことをしなきゃいけないと思ってます。そのでそういう話ですかね。で年金っていうものに関してはそれぞれちゃんと納められてる人もいれば納められてない人もいるし、無年金の人もいるわけですよね。そう考えた時に、この年金っていうものが万能ではないってことはもう皆さん十分ご存知のことだと思うんですよ。で、絶対にこれはもらえないものではないですよ。年金は絶対にもらえるから心配しないでください、額が減るだけですからっていう無茶苦茶な話なんですよ。それじゃ生活できないわけじゃないですか。そう考えたとしたら、やっぱり国のセーフティネットのあり方を変えていかなきゃいけない。つまりはその地域において暮らしていくためには最低限いくらいりますかっていう最低生活費っていうところから算出されて、足りない部分はプラスされていく。例えばそこに対して家賃分に関してはちょっとプラスしていった方がいいなとか、人によってですよ。全部まるっとお金を出すっていうような、なんだろうな、セーフティーネットのあり方もあるし、それに加えて今ここが足りないのでこの部分を出してほしいんですっていうような、なんだろうな、セーフティーネットのあり方もあると思うんです。例えばだけど、今ちょっと病気になってしまってこれちょっと時間かかりそうですと、そうなった時にその人に医療扶助、例えば医療に関してはお金がかからないようにしてあげるべきでしょう。そうしなきゃダメでしょう、生活できませんよ。で例えばだけど今仕事が不安定な状態でこれ家賃払えませんっていう人に対しては、例えば家賃プラス生活扶助であったりとか、そういうような形での組み合わせが必要なのかなと思います。その年金が少ないんだっていう人たちに対しても当然そこにプラスされていくような、普通に生活できるような状態の、なんだろうな、支援というものが必要になっていくだろうと。私たちがベースに考えているのは生活保護的な形、それをバラで使えるような形にしていきながら、足りない部分を足していくというような、なんだろうな、仕組みを作っていきたいという考え方です。すいません。ちなみに、今年金をもらっていてあといくらないとしんどいですか？まあ、上を言ったらキリがないと思うけど、自宅に住んでるのでせめて4万あればなんとかなるかなと思いますけど。ありがとうございます。
まあ、それぞれによって状況は違いますからね。っていうことは逆に言ったら、本当なら4万必要なところを4万がない状態でずっとやってきてる、もうカツカツっていう状態ですよね。で、何がまずいかって言ったら、人間関係完全に切れちゃうんですよ。もう完全孤独になっちゃうんですよ。友達に会いに行くなんて無理ですよ。だって友達に会いに行ったらお茶飲んだりもあるでしょ。これ子供の貧困も大人の貧困も一緒なんですよ。で、お世話になった人、亡くなったって聞いて、これはやっぱり最後に挨拶しに行きたいと思ったとしても、そこまでの電車賃も出せないとか、香典も包めないってことになったとしたら、やっぱりこれはやめておこうってことになるし、どん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 これ孤立していくんですよ。だからそういったこと、やっぱり人とのつながりっていう部分もちゃんと持てるようにしていかなきゃいけないってことですね。どうしてかって言ったら、それが憲法で定められてるんですよってことです。憲法25条何かって言ったら、健康で文化的最低限度の生活を送れるようにしますからねっていう、あなたにはその権利がありますよっていう約束を権力側にさしてるのが憲法なんですよ。出る？さっとお願いします。こういうことですね。はい、この通りです。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。最低限度っていうのは、健康でなきゃいけないし文化的じゃないとダメなんです。残念ながら多分そういう状況には今ないという訴えだと思うんですね。これ確実に憲法違反なんですよ。だから今言ったような足りていない部分を足していかれるような政策っていうものをやっていかなきゃいけないっていうのが私たちのテーマです。すいません、ありがとうございます。さあ次の方どうぞ。今なんか16歳なんですけど、まあ、自分も将来年金もらうようになるだろうし、払わないといけないなとも思ってるんですけど、なんか正直なんか別に関係ない、まあ、じいちゃんばあちゃんに払いたくないなって気持ちもすごい強くて、いや自分もいつかもらうだろうし、そこはちゃんと分かるように考えてるんですけど、そういうところなんかどういう気持ちにあれしたらいいか分かんないです。あ、気持ち分かります。なんか国にいろんなお金払ったりとかいろんなことをしてるけど、それがちゃんと使われてるかどうかも分かんないし、でいろんなネットとか見てると、例えばだけど結構高齢者でお金持ってる人多そうだなとか思ったりすることもあるし、いろんなことで自分がやったことがそれがいつか返ってくるのかなとか思ったりするかもしれないんだけど、冷静に考えてほしいんです。例えばだけど、あなたが今の16歳になるまでにね、育ってきた環境を考えてきたとしたら、そのインフラ、あなたが育ってくる、あなたが生まれてから、この世に生まれてから今日に至るまでの間、その環境を作ってきてくれたのは親だけじゃないんですよね。それもちゃんと分かってるし、そうだなと思うんですけど、なんかやっぱ今日こういうところ来て、あんまり言わない方がいいと思うんですけど、なんかすげえ嫌だなと思って。どんなとこが？いや、みんなの前で言うのもあれだけど。全然いいじゃないですか。こういう風になりたくねえな。どんな風ですか？なんていうか、うさんくさいじゃないけど、ほうほう、気色悪いとも違うけど、いやなんか、いや分かってるんですけど、いや分かってるか、そういうなんか気持ちに整理がつかなくて、ちょっとそういうのどうなんだ、なんかすげえそれ強く思っちゃうというか。ちょっと待ってね、今話してることがいろんなところに飛んでいってて、ちょっと内容が見えないんだけれども、ここにいらっしゃる方々は全員それぞれの人たちやねんね。いろんな人たちがいるから、これはある意味であなたのいてる社会と一緒なわけですよ。で、そこにおいてうさんくさいというのは何にうさんくさを感じる？いや、いいねよ、あなたの思ってることを言語化してほしいだけ。いいのよ、ぼんやりとしか言えない場合はそれはそれでいいんだけど、こうはなりたくないなっていうのは、こうはなりたくないとはどういうことっていうことを言語化できたら、その先のコミュニケーションというか、なるほどそういうことかっていうことがこっちが理解できるかできないかの問題になるから。全然問題ないねんよ。だってそれぞれ考えることは自由なわけだから。あなたがどう思うかってことに関して、それは誰にも止められないことだから。でも何かしら同じ人間として、世代は違うけれども、何かしらブリッジになるものがあればいいなと思って話をしてるね。だから全然そこは悪いなと思わなくていい。逆に言ったら、こういう政治のことを話し合う場に多分来たのは初めてに近いかもしれないですよね。マイク渡してあげてね。で、そういう初めての場において、何がちょっと自分の中で違和感だなと思ったんですか？分かんないですけど、あ、すげえ引っかかるっていうか。どういうとこ引っかかったの？いや、わかんないですけど、なんか かっこよくないとも違うんですか？はあ、例えばだけど、何かのロックスター
何かしらのミュージシャン、そういうところがライブをしてっていうところとは180度違うわけですよ。なんか自分のお母さんとかすごいかっこいいし、で別に血がつながってなくて家族とかじゃなくてもすげえかっこいい人、大人いるんですけど、なんかそれとはなんかちょっと違うような人がいっぱいいる感じがすごいもやもやして、昨日全然知らない人いっぱいなんで、昨日まで山の中の洞窟で暮らしてたわけじゃないよね。全然あの社会にはいろんな人がいて、で、あなたもそのうちの一人で皆さんもそのうちの一人で、おそらく今16年を生きて、で、おそらくこういう場に初めて来た。で、その中で持った違和感っていうものが何なのかっていうことに関して私自身答えを出すこともできないし、あなたも言語化できてないっていう部分があるから、これはなかなかどこに着地するかは分からない。で、少なくとも日本の国内では政治についてものを言うっていうのはどっちかというとタブー視されてるんだよね。今まであなたの周りの大人で政治の話をガンガンしまくってっていうのはそういう場所ってありましたか？ないです。ないよね。だからある意味そのタブーを破ってでもいろんな話をみんな興味を持って国を変えていかなきゃまずい状態にあるなっていうふうに、おそらく足を運んでくれてる人たちが今日の多くだというふうに私は捉えてます。逆に私から見たらクールだなって思います。それはね、どうしてかっていうと私はそれを仕事としたわけだから、私は政治に関わることで給料をもらってる、だから政治にガンガン関わっていくのが当たり前の仕事なんだけど、皆さんには生活があって、逆に言ったら政治を匂わすようなことを常日頃から発言してしまったりしたら、この国では逆にリスクになるんだよね。仕事を失われたりとか仲間外れにされるっていうような恐怖感があるっていうのが政治になってんの、この国では。おかしな話やねんけど、自分に関わるこの社会のことを国のことを語っただけでも仲間外れにされたりとか仕事を失う可能性だってあるというようなこともありながらも、やっぱり社会のことが気になるし世の中を変えていかないと将来むちゃくちゃだよなっていうことを考えてくださっている人たちなんで、私はクールだなって思う。で、一方で私たちと全く考え方が違う政治の場にいる人たちに関しても方向性は全く違うんだけれど、でも共通点として何とかしたいという思いは一緒だから、そこに対しても考え方は全く相入れないという人でもそこはリスペクトしたいと思います。なのであなたが最初に今日感じたその思いっていうものを何かしらコントロールしたいとかってことは一切思わないけれども、これからもっともっとたくさんのものを見ていっていろんなことを感じてっていうことがこれから先続いていくと思うんですね。なので今あなたが持った意見というものが10年後20年後30年後必ずしも同じ答えになるとは限らないっていうのが人生の面白さだなっていうふうに思います。経験が足らない、経験が足らないというよりもそういうもんじゃないですか。私も16歳の時があったし、でもそういう年齢の時に私はこういう場には行く勇気がなかったし興味もなかった。だからまずはどういうものか覗いてみようかって思われたあなたの方が私の16歳の時にも先行ってんですよね。なので例外なくこの国で生きて、この国で生きていかなければならないという立場の人たち、圧倒的にこの国に住んでいる人たちは興味を持とうが持たまいがこの国の中で行われている政治に巻き込まれていくから、そこはやっぱりなんだろうな、みんなで監視というか参加していくっていうことをやっぱり先々やっていってもらえたらなっていうふうに思います。逆に私たちみたいなこういう集まり以外の集まりにも見ていってもらったりとかしながら、自民党で集まりがあるらしいぞ、立憲民主党で集まりがあるらしいぞとかいろんなものを見ていって、で自分の中であこういうことなのかっていうような、なんか一定の答えとか、答えは出さなくてもいいんだけどいろんなものを見ていくっていうことは結構最初に令和に来てくれたんだから、だからこの先もいろんなものを見ていってほしいなっていうふうに思います。個人的にありがとうございます。次の方どうぞ。自分も16歳なんですけど、そのバイトしてて、その扶養の103万外れたらダメで、その税金とかもだるいし、その103万ってそのめっちゃ少ない金額だと思うんですけど、買いたいものとか買えないし、どう思います？あのね、
この制度自体は多分先々変えていかなきゃいけない話なんですよ、この部分に関しては。でもそこに関しての整理っていうのはおそらく政治の側はほとんどできてないです。はっきり言っちゃえば政治の側にいる、こういうルールを作った、これは多分人気取りのために最初作ったと思うんですよ。どっちかって言ったら平等とか公平とかってのはちょっと離れた部分があるじゃないですか。逆にある一定の人たちに対して人気取りをするためにこういうものを作ったっていう部分が私はあると思ってるんですね。でこれを今から変えていくってことになったとしたら大論争があるものだろうと思ってます。で、当面どうしていくべきかって考えたときにこれは上げるしかないんですよ。この壁を上げていくしかない。だって物価も上がってるわけだし、でそれだけじゃなくておそらく時給も前よりかはちょっとは良くなっていってるわけですよね。それを考えたときにすぐ到達しちゃうじゃないかっていうのはその通りだから、その全体的にどうしていくかっていうことの話し合いの結論が出るまでは今のままっていうわけにいかない。つまり何かって言ったらまずは壁上げようぜっていう、ここの壁を上げといてその間に議論してどういう落としどころにしていくのかってことを決めていかなきゃいけないなっていうところだと思います。まずは壁を上げようっていうのが私たちの考え方っていうところです。ありがとう。財政の方を主軸にしていらっしゃるということなので一つだけ、さっき共産主義じゃないとおっしゃられたんですけども、ある意味共産主義にちょっとつながるかなっていう考え方なんですが、ベーシックインカムについてはどう思われますか？ありがとうございます。今社会が今のままの状態でのベーシックインカムは非常に危険だと思ってます。つまり何かっていうと国からお金渡しますっていうのがベーシックインカムなんですよ。赤ちゃんからお年寄りまで生きてるってことが条件で毎月お金渡しますねっていうこと。でもここには危険な部分もあって、何かっていうと、なんだろうな、社会保障関連を全部なくして7万円で代替しますみたいな話、交換社会サービスを削った上で7万円渡すみたいなこともあり得るんですよ。考え方の一つとしてはものすごく幅広いんです。いろんな考え方、新自由主義者竹中平蔵さん的な、感覚の人も考えるベーシックインカムもあるだろうし、積極財政、私たちが考えるような現金給付ってこともあるんだけれども、何が言いたいかってことですけれども、そうやって今よりもひどい状況になっていくために現金がもらえるってことでバーターしちゃうっていうのは非常に危険、そういうことですね。でもう一つは、国から金もらえてるんだからわざわざ給料上げる必要ないだろうっていう考え方に資本家たちがなっちゃう可能性がある。資本家が本来は、大企業が本来は給料を上げなきゃいけない、自分たちの売上が上がってるんだからそれを還元しなきゃいけないって言われるような、場面において、お前ら国からもらってるんだからそれが代わりでいいだろうって考え方になり得ることもあるってことですね。だからこの国のそういう構造みたいなものをやっぱり変えていった上でそういうものをやるかどうかっていうところに行くのかな。それまでは必要なところで現金を給付する、必要な場面で、今みたいな物価高な時には悪い物価高が収まるまで現金給付とか、そのような形でやっていくっていうのが一番私は適正なのかなっていうふうに思います。すいません、ありがとうございます。いかがでしたか？高校生のうちから交友会に顔を出し、大勢の前でご自身の意見をはっきり述べたのはすごいですね。一方で他の参加者から高校生に対して怒号や罵声が飛ばなかったのは良かったと思います。皆様のご感想をお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。